今日はきのこのだし漬けを作ります。えのきは石突きをカットしてほぐしておきます。しいたけは軸を取り、石突きをカットしたら食べやすい大きさにカットしてください。エリンギは縦に長細くカットして、まいたけは小房に分けておきます。しめじは石突きをカットして小房に分けておきます。耐熱容器にきのこを入れ、水、白だし、みりん、鷹の爪を入れたらふわっとラップをしてレンジで加熱します。きのこに火が通ったら完全に冷ましてください。蓋をして冷蔵庫で 4、5 日保存できます。いただきます。質問やリクエストはコメント欄にてお待ちしております。材料の一覧は概要欄かコメント欄をご覧ください。